紳士淑女の皆々様、ごきげんよう、ハリガンネットワークへようこそ、ハリガネマガルです。リターンオブザブラディン、続きからやっていきましょう。さて、やっとこのオブラディン号、オブラディン号上でのすべての推理というか、終わりましたね。ページちょっと見ていこうか。みんな分かっちゃいましたよ。よし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 。はい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 。で、まだ分かってないのいるんだよね。板垣、そしてフィリップ・ダール、こいつはあれか、20年使えてたけど変なことやっちゃったって産地ゼロの人か。あとはこの二人だけ？そうか。この二人だけなんだ。分かってないの。よし、じゃあ小舟に乗って、このさらに二人を、バシッと分かっちゃって、大団円だ。よし、行きましょう。よっこいしょ。あー、久しぶりだな、この操作。降りてますね。はい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 。懐かしいなぁ。いやー、仕事は済んだが、嵐が来る。港に戻ったらもうボートは出せねえぞ。ああ。帰ろう。我らが家へ。やっと帰れるぜ。危ねえから座ってな。1週間後。おっ、イギリス東インド会社オブラディン号海難事故における損害査定書、損害調査課作成。船体、太平洋上でスコールに遭遇し損傷、パルマスで暴風に遭遇し沈没、損害額はほにゃほにゃ。なるほど。ここら辺にもなんか、情報あんのかな？スコールに遭遇し損傷、ファルマスで暴風に遭遇し沈没。まあ、そういうことになってるんだね。ロバート・ビッテレル船長、安否、自殺、銃、犯罪行為。乗組員の殺害4。はいはいはい。国王が遺産を没収。ウィリアム・ホスカット、安否、射殺、銃。あー、ここら辺、読んでくととんでもねえな。気になるところだけ読むかな。マーティン・ペロット、安否不明、報奨金の対象となる行為、著しく有価なこと、職場の品での功績、その次に未払い賃金及び保証金を支給。はい。あと、渡ってないのは、あれ？エミリージャスト、スレーゾン、アフリカ大陸、追い込みの殺害1、弱の9、ジェーンバード、ああ、合戦対象となるって言われね、状況だしな。このフォルムさんの人たちには、
選挙なしだからね、一応入り口。逆に出費選挙、違いとね。お前は、手前を遅いだけだったんだ。フリップガール。職務不履行、相続人罰金徴収。お金を払ったり、逆にお金もらったりしてるんだね。こんなもんか。本査定案は王立通商保証局が承認済みである。ほんまほんまほんま。イギリス東インド会社を代表し、本書記載事項の一切が事実に即するものであることを保証し、本査定の終了をここに宣言する。なにゃ、針金曲がる。はい、懐中時計はまだ手元にある。手記は持ち主の指示通りモロッコにいるヘンリー・エヴァンズの元へ送られた。音ハメ。ここで音ハメ要素を出していく。お？ノックの音。おお。コーヒー。あ、動けないぞ。誰か来た。動けない。おお、小包が届きましたよ。ひどい匂いだこと。チュールストレミングですか？チュールストレミングですか？お茶の代わりは台所にございますので、チュールストレミングですか？なんて書いてあるのこれ。さあ中はなんじゃらほい。主任調査官様、この度は残念なお知らせのために筆を取りました。エヴァンズ医師はあなたからの小包を受け取って間もなく病のため息を引き取りました。タバダーダー、あなたからの連絡を受けて大変喜んでおりました。感謝の印に手記をあなたの手元にお戻しし、記録を完成させる方法もお伝えするよう申し付かっております。後に残された私ども3名にとって、オブラディンゴはもはや遠い記憶、人生という物語の忘れてしまいたい忌まわしい一章に過ぎません。お返事は結構です。お元気で、ジェーンバード。ハチミだね。パチミが送ってくれたのか、出記。これなんだ。こっちが出記で、これが手紙で。これなんだろう。えっ？ちょ、っていうか、外で開けろよ。怒られちゃうよ。なにって、手だよな。あ、そういうことか。それでは最後のメメントモーテン。
ここにいましたか。荷物をまとめて、鍵を。あのドアならもうありません。そうか。時間がない。行きましょう。ああ。さあ、お入り。何をする気で？ろくでもないことだ。おええ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 え何だ、どうなってんの、えどうして、えあ、あれ、えな、ええちょっと、ちょっと、人懐こく、しかし性悪な面もあったペットの猿は人の探求欲の犠牲となった。え？どういうこと？ポール・モス、ヘンリー・エヴァンズ、ここは？ああ、あれー、こいつ右手がゾンビ？あら、はお、あ、え、いやー、板垣トゲシってこと？なんでトゲシってんの？なんでトゲシし？え？撃ったのは、うん、ダバダだな。で、後ろには、ケン・タカクラ。なんでお猿ちゃん？あー。なんてこった。かわいそう。でもなんか、ちょっとこの猿まともじゃねえな。なんかトゲっぽいというか、ヒレっぽいの生えてる？アクション！板垣だよな。とんでもねえ。取引ってどういうことだ？三つ目の貝殻。船長が全部捨てたかと。触るな、檻を開けるぞ。三つ、貝殻は三つだった。ん、何何、クソ、おとなしくしろ。お前を逃がしに来たんだ。こいつに貝殻をやれ。早く上へ運べ。主航班へ。海に返してやれ。出たらドアを施錠しろ。お前は大モテ。これでこの船はオブラディン号はお港へ帰れる。ああ、そういうことだったのか。あの呪われた貝殻を。そうか、この人魚に持たせて返すことによってこれ以上の化け物が来ることを回避したんか。英雄的じゃないか、板垣。
そうだったのか。ナンバラ、そしてホールだ。ケンタカグラ。なんてこった。マーティン・ペロット。そうか、自分の身を挺して。トゲで刺されようとも反撃はせず。なんてこった。英雄だ。本当の英雄を見た。うん、黙祷。一分後、はい。いやー、こうだったのか。光っとんなー。でも右手とかはまだ、え、5体満足、5体っていうかな。ああ、こうやってトゲとか飛ばしてもう反撃してたんだね。え、こいつだよな、多分な。じゃあ、アクション。ん？ん？ん？あ、そっ、捕まえたのは2体だったのか。じゃあ、こいつを、メメント・モーテン。お前たち化け物を根絶やしにしてやる。クラーケンを沈めろ。死にたくなければな。ああ誰、おー、ウィッテレル、ロバート・ウィッテレルだ。おー、やっぱ船長は船長で、どうしてもこの秘宝が欲しかったんだね。こいつは何、貝殻を持って、でも、ああ、この貝殻を持ってる右手が、もうゾンビ。他にはいないね。囚われた怪物は捕獲者と格闘した後、槍で退治された。ああ。え、ちなみにこの取引の章って、8。この後に脱出があって、で、終幕か。それまではまだ、オスカットとブレノさんとハゲヒゲは乗ってたんだね。この時点での生き残りは1、2、3、4、あとはこの脱出した人たち。ああ、そうか、この後にトーマス・ランケー、これは3段かで、石原、吉住、もじゃじゃ、ヤクマン・ヒュー、あー、ケンタカクラ。そっか。上で戦いながら、こういうことも巻き起こってたんだね。で、板垣が、この貝殻を捨てさせたから、はー、板垣がこの貝殻を捨てさせることによって、あのクラーケン、大イカ野郎をどっかに生かすことができたのか。追い払ったとさ。そういうことだったのか。なるほど。いやー、そうか。ロバート・ウィッテレル、お前は果たしていいやつだったのかというと、決してそうではなかったのか。なんてこった。
いやー、ストーリーをちょっとね、丁寧に、真実を追いながら今見ていますけれども。アビゲイル、お前の兄を、我が友、私は撃った。殺してしまった。お前の元へ行こう。すぐに会える。どうか許してくれ。何もかも。この前に、この会話で、船長開けてください。力ずくで貝殻をいただきますよ。船長の私に逆らう者には罰をくれてやる。これではどっちが正義とかそういうのはわかんないね。どこだ？ここにあるのはわかってる。ここにはない。海の底だ。嘘だな。だから板垣が捨てたってことをロバート・ウィッテレルは知った状態ってことか。ああ、会話ないもんな。掘り下げれば掘り下げるほど複雑な人間関係だな。こことかにもなんかあるか。でもここでホッサンがこの三男のこと見てるもんね、トーマス・ランケで。おい、何をした。ブーレノさんだね。1から1から。ここで、イカが追い払えたよ、ということですな。で、まあ、そのイカたちを追い払った。あの、貝殻を捨てて、そして、この最後のボートに、みんなで乗って脱出しようと。で、行かせろって言ってんのは、おそらく、ロバート・ウィッテレル、船長だね。で、だから、ヘンリー・エヴァンズたちを、ロバート・ウィッテレルは逃がしたのか。で、船長は信用できねえ。何か考えても、船を乗っ取って東へ向かう。あの気味悪い魚と貝を売りさばくんだ。あ、誰かいるのか？はい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 。だからこれ、モジャジャが、結託して、まだ魚と貝があるって勘違いしてるんだね。で、やめろ！バーン！だもんね。ここで、本当は吉住を懐柔しようとしてたんだ、モジャジャは。で、モジャジャは懐柔されずに、三男を刺し殺しちゃったモジャジャをバーンって撃って、で、ブレノにやられたと。なんだろうね。もっと、意識を共有することができれば避けられたことなんじゃないのか？だからロバート・ウィッテレルはもうすでに貝殻がないことを知ってて、で、貝殻を売りたい。そうか。ホッサンとブレノンとハゲヒゲ、あとモジャジャ、ここら辺が反乱を企てたんだね。あとジャック・マヒュー、そういうことですか。でも貝殻がないことを気づいていれば、もうちょっと殺されるとかは、まあ、ジャックマン・ヒューはパチエにやられてるからね、しょうがないけど。いやー、そういうことですか。なんか分かれば分かるほど。でもこの猿が一番かわいそうだよな。なんで猿撃ったんだろう。これも分かるのかな。と言ったところで、お時間がいいところになってしまったので、この続きはもっとゆっくりじっくり見ていきたいと思います。たくさんのコメントに支えられて、このように一つ一つ丁寧に見ることができております。誠にありがとうございます。それでは皆さん、また次の動画でもお会いいたしましょう。私がこのオブラディンゴの最後の真実見届けるまでお付き合い願います。